怖。ああ、そうだ。私。ここ、Kの部屋じゃねえか。そんな顔しやがって。私は重病患者じゃないんだぞ。ずっと手をつないでたんだな。手の温度でわかる。お前の匂いにも鼻が慣れちまった。悪かったな、心配かけて。もう少しだけ、このまま。ありがとう。お前はいいやつだよ。優しいやつだ。とてもそうは見えないのにな。怒ったか？嘘つけ。どういう意味だよ。あいつらが何を言ってたってんだ。そうだな、間違いない。マシになった方だ。学園に来たばかりの頃は緑が目に入ってないだけで落ち着かなくなったりさ。人間たちが築いた社会は匂いが多すぎるな。もっと単純でいい。これだけのものを築き上げたことへの敬意はあるぞ。私たちはそこまでバカじゃない。差があるんだよ。社会問題にするほどのことじゃない。お前は集団を率いるのには向いてない。大勢を率いるっていうのは大のために小を切り捨てることじゃないのか。じゃあお前はバカなのか。お前のそういう言葉が好きだよ。お前の匂いも他の誰にもこんな気持ちになったりしない。お前だけ私を安心させるんだ。そうは見えないぞ。ポンコとかクルルと一緒にいる時のお前と、私と一緒にいる時のお前は違う感じだ。あ
いつらといる時のお前は楽しそうだ。ボケとかツッコミの仕組みは獣人にはよくわからん。回りくどい。あたしが納得いくように話せ。なんでああだこうだうるさく言わないんだ。あたしはしっかりしてない。そう思うならお前の目が曇ってるんだ。獣人のリーダーだからとか、希少な種族の出だからとか、つまんないことを言う気じゃないだろうな。やっぱり私はお前の言葉が好きだよ。もっと聞かせてほしい。頭を気軽に撫でるじゃないか。私たちのルーツは獣でも、獣として生きてるわけじゃない。そういう意味じゃないんだ。どういう気持ちで触れてるんだ。私は普通の女だ。お前たち人間の女と何も変わらない。誰にでも触れてほしいわけじゃない。獣人は五回が結合してから数をめちゃくちゃ増やしてるんだ。知ってたか。理由は簡単だ。獣人は人間と交わって子供をなせるからだ。獣人の中にも種族がある。他種族との間に子供はできないし、そういう関係にもまずならない。例えば私がギャレオやバギーといい仲になる可能性はゼロってことだ。そういう仕組みのせいで五回が交わるまで獣人は数が少なかったんだ。私たちの士族なんて滅亡寸前だったらしいぞ。今はそうじゃない。私たちの士族に限らず、獣人は人間と積極的に交わることで違う形になりつつある。士族の壁なんてあってないようなものだ。気ままな群れがあるだけだな。私はそんな世界が気に入ってる。私は群れが好きだ。仲間が好きだ。そういう私になったんだな。私の士族にも人間の血が入ってる。最初は抵抗があったんだ。士族の血は私の誇りだったから。姉貴が産んだ赤ん坊の顔見たら何もかも吹っ飛んじまった。血なんて関係ねえ、なんて愛くるしいんだってな。知ってるか？
人間と獣人が子供を作ると 99% 以上の確率で獣人の素養を受け継いで生まれるんだってよ。人間という種の優しさなのかもな。つまらない話だったか。でも私にとっては全然どうでもよくないんだ。ケイに知ってほしかった。私はちゃんとどこにでもいる普通の女で、その上でケイに触れてほしいんだ。いろいろ変なことを言っちまったな。まだ熱があるみたいだ。ワールドエレクション。選挙活動も今日の放課後で実質終わりか。もっとああしておけば、こうしておけばという後悔が尽きないっす。いやー、ここまでやってきただけで上等ってもんよ。ここまでやってきたからこそ勝たないと残念っす。昨日は悪かったな。少しは体調も戻ったからよ。お見舞いでも行ったかな。ずるい、私も行きたかったのに。抜けがけだよ。お前たちにも心配かけたな。今日から選挙活動にも復帰するからよ。あ、つっても今日しかねえか。任せておけ。うん。おやおやおや。
に。言っただろ、ふうって。それじゃあ放課後な。カウラさん、まだ調子悪いっすかね。お友達もお誘い合わせの上で、K 君をみんなで盛り立てましょう。あの人にお金貸してなかったっけ？そういえばパンおごったっけ？そんな心当たりがある方、貸しのあるその人にもK 君の指示を訴えてみましょう。ここまで来たら手段は選んでいられないよ。兄貴をよろしくお願いしますっす。皆さんのお力で兄貴を勝たせてくださいっす。ほら、こんなところにいやがった。そんなことないか。5時半から演説なんじゃねえのかよ。K の匂いだ。
まだ起きるなよ。してくれ。悪かった、すまん。始まるよ。ファーラちゃん以外？テイ君の方が気にしそうなのに。ちゃんがいないこと？そんなに大きな声を出さなくても。獅子堂軍団選挙対策委員の私から演説用のアンチョコを K 君へ。うやむやでねじ込もうとしたのに。お疲れ様っす、兄貴。
ですね。明日もですね。自分、お疲れの兄貴をマッサージするっすか？お役に立ちたい一心っす。自分、獣人のグループに属したことないからわかんないっす。気分はいつもイケイケっす。兄貴のおそばにいるだけで無敵の気分っす。これでも鼻は強いっす。兄貴の匂いなら遠く離れていても嗅ぎつけるっす。あんまりあちこちクンクンするのははしたないっす。いやしいっす。獣人の嗅覚は人間さんの数百倍っす。臭いのもいい匂いで幸せなのも数百倍っす。だから自分たちは人間さんよりも五感に左右されやすいらしいっす。嗅覚だけじゃないっす。味覚とか視力とかみんな人間さんよりもすごいっす。落ちこぼれのポンコですらっす。クリームパンも人間さんの100倍美味しく感じてるっす。獣人は人間さんよりシンプルっす。あんまり人間さんの娯楽には興味がないっす。ご飯食べて寝るのが幸せっす。あとは兄貴にお仕えすることくらいっす。いい子いい子されるのが好きっす。なるべくいつも自分は甘やかしてほしいっす。姉子も好きっす。大好きな匂いに包まれてると安心するっす。ペロペロははしたないっす。決してしないっす。できないっす。それはもうもみくちゃにしてって言ってるのと同じっす。で、自分ペロペロはできないっす。アダルトすぎるっす。兄貴が変なことを言うから我を失うかけたっす。続きっす。兄貴が変なこと言うからっす。ところで兄貴、ほんのりファウラさんの匂いがしないっすか？
ふん、ふん、ふん、ふん。ワールドエレクション。やっぱりまずいんじゃないでしょうか。おめえまだそんなこと言ってやがんのか。私の能力は軽々しく使わないように姫から直々に指示をいただいているんですよ。そのソフィア様のお役に立とうって気持ちはないっしゃ。そりゃもちろんありますけど、まずいですよ。獅子堂に追い上げ食らってる今が十分まずいだろうが。今日で選挙は最終日だぞ。獅子堂を調子に乗らせたのはあっしたちのせいっしゃ。お前のせいでもあるっしゃ。そうですけど、まずいですよ。おめえはそれしか言えねえのか。私本当に責任取りませんよ。やれって言われたって言いますからね。獅子堂けいよ、うまい具合に向こうから寄ってきたわ。中庭で待ち構えてたのは正解だったし。知りませんからね。Thank you.
あら。どうかなさいましたの？気がかりが生じたの。待って。私なりに整理しているところよ。間違いないわよね。クロコが能力を転換したわ。聞いてます？ダメっす。兄貴、どこにもいないっす。もう最終演説が始まっちゃうっす。何かトラブルかしら。 K はあれで生真面目なはずなのですが。そうね、いろいろとつながったところよ。もう始まりますわよ。どこに行きますの？野暮用よ。メロ、最終演説が始まってしまいます。お戻りになりませんと。そうね。こんな大切な時に、あなたは背中を丸めてどこに行くの？所用でしょうか？シコ？呼ばれた気がする。いいかね。ところで、今日メロは、何かおかしなことをしていなかった？雪目とかとこそこそ喋ってたぞ。あ、こらバカ！チコが聞いてたら、シッシってされて悲しかった。ああ、ひどいことをするわね。ところで、さっきクロコが魔力を展開したわ。推察ではなく断定。さすがの軽眼、恐れ入ります。クロコの魔力は、びっくり箱みたいなものでしょ？私、あの子の能力は嫌いなの。あの子の多元回廊は、催眠系の能力の中でも突出したもの。平坦なアスファルトの道が溶岩の海に。過ごす一秒が一年に。よほどの精神力でなければ、たやすく飲み込まれてしまうわ。人の心を5秒で崩壊させるくらいのことは、簡単にやってのけるでしょうね。特に K は、精神操作系の能力への耐性が低いのよね。パフさんやあなたにも、よくいじめられているでしょ？ K の認識が追いつかない事象への、ダミーメーカーの反応は鈍いから。すごい痩せよ。大丈夫？メロ。お心遣い、痛み入ります。それで？クロコに、私が想像していることを命じたのかしら。私、クロコをあなたに預けたつもりはないのだけれど。あなたの名前でも出なければ、あの子が私の指示に背くはずがないのよね。私は何も聞いていません！なら、想像でいいわ。言いなさい。私、あなたには感謝してるのよ。親愛も友情も感じているわ。私を思うあなたの行動が、もし行き過ぎてしまったのなら、するべきことがあるはずよ。違うかしら。メロ、謝った方がいいぞ。死んじゃうぞ。私も、今、配下の者の暴走を止めに行こうと。そう。よかった。今、姫の手に灯った真紅の輝きは、ザルツインのそれ。ケイが無事でいてくれることを祈りなさい。あなたのために。Thank you.
思った以上に効いたな。効きますよ、そりゃ。さて、次はこいつの扱いだっしゃ。最終演説の間だけ転がしておけばいいんじゃないの？無難だっしゃ。うまいこと自分は昼寝してただけと思わせるっしゃ。無理ですよ、そんなの。はぁ、言った通りにやれよ、ちびすけが。ナイフで切りつけた傷を切りつけた側は治せるかって話ですよ。獅子堂さんはもう向こう側に行っちゃってるんで。言いましたよ、私絶対に言いましたよね。起こせないっしゃ。自分で目覚めない限り鼻を塞いでも起きないと思いますよ。姫なら力ずくで私の呪縛を解除できるでしょうけど、ありのまま説明するんですか？私たちの命はないっしゃ。まずいって言ったじゃないですか。じゃあ、まああれだな、証拠隠滅？それだっしゃ！何言ってるんですか？元はといえばおめえのせいだろうが！ここまで来たらやるかやられるかだ。俺はこいつの首の上で巻き割りの真似をする覚悟はできてるぜ。要するにお前たちは死にたいんだな。え？私は気が立ってる。聞いたことだけ答えろ。はい。Kに何をした？今どうなってる？私の術で今はここではない別の場所で途方に暮れている感じではないかと。軽めにかけたんですよ。本気でかけたら獅子堂さんの精神はとっくに崩壊してますよ。だからお前に感謝しろってのか？いやいやだったんです。命令されたんです。どうしたらケイを呼び戻せる？いえ私の術は完璧です。無理ですね、姫に。ギフ！魔族ってやつらはどいつもこいつも何ドヤ顔決めてやがる。殺すぞ、この！こんな奴にかばってる場合じゃねえ。ケイ、起きろ！起きろよ！私に約束したじゃねえか！生徒会長になりに行くんだろ！お前にちゃんとついててやればよかった。私の育児がないせいだ。私がお前を守るって決めたのに。冷たい。嫌だ。ケイ、しっかりしろ。